はい、やってきました。恭平です。はい、ということでですね、前回の続き、はい、カッパを追いかけます。矢印がね、下にあるので、行きます。これ道端して大丈夫か、これいきなり車とか来んへんやろな。あったったった、あ、まさか意外とこんな近いところで見つかるとはね。お、階段、階段降りてこいな。トク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 、おった、カッパ、メガを近いぜ、メガカッパ。来た来た、感知来た、感知が感知してきた。よかった、メガウォッチが流れ着いてる。ノカッパ気持ちよさそうに浮いて寝てます。気持ちよさそうに寝てますね。全くこの気を知らない。ほんまそやで、早くメガウォッチ返してくれや。うっ、おっ、おっ、やばい、妖怪が、あれですね、さっきおったあのカッパ、彼がですね、メガウォッチを取ってきました。これって間違いなく妖怪の仕業だよね。確実に妖怪の仕業です。教育、妖怪ウォッチで調べてみてください。行くぞ。行くぞ。ほら、時計が浮いた。メガウォッチが浮いた。ほら、ここにおる、分かったよね。動くな、動くな、動くな、動くな。動くんじゃないぞ。動くんじゃないぞ。はい、捕獲しました。無事捕獲しました。しゃ、この野郎。妖怪見つけた。ブッサイクやな、この妖怪。メガウォッチを調べてみましょう。ん？カリパックンというか、これカリパックン、うん、やっぱかっこいい時計だ、パックン。ウィスパー、この妖怪は、おー、調べ始めたろ。この妖怪はカリパックン、借りたものを、自分のものにする妖怪ですよ。これ昔ありましたね、これカリパチーやつですね、これ。うん、一番アカンやつです、これ。妖怪不祥事案件で言う、で言うところの、あいつに貸したの？あちゃー、もう帰ってこないよ、それですね。そんな辞書みたいな、そんなある？へっへっへ、このメガウォッチはパックンがちょっと借りていく、パクーパクーで、これ口か、これパクーで。これ食べてもダメねんな、これ。飲み込んだらなかなか出てこないんで、これ。京平君、仮パックンを使いましょう。おっしゃ、行くぞ。このまま、仮パックされたら、まあ、仮パチですね、これ。絶対にメガウォッチは帰ってきますよ。おっしゃ、今から行ったんねん。カッパないじゃん、これ。え、なんすか、出番すか。あ、カッパ使うんか。ま、関係あれんのか。おーっとっとっと、うら、待て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 、あー、赤信号。これはどのタイミングで、おっしゃ、止まった、止まりましたね、パックンが。はい、止まりました。はっはっは、お兄ちゃんたち、足早い、パックね。足りないや、運動会ないんや、もといつも。猫も来ました、これ。何の猫は関係あるのか。お、いいところに来た、パック、パックリーン。何を、猫、猫に乗り移った。え、今度は猫。お、メガウォッチも返してくれ。あ、行っちゃった、まさか猫に乗り移るとは。カリパックン、なかなかやりますね。今日はどうしたの、カンチ、もう今から遅い、大変だよ。今度は猫がメガウォッチを早く、それが、おげんげん、お、猫の足早いから、猫を借りて逃げました。GPS の反応で公園の方へ、その猫は向かっているんだ。おっしゃ、公園走っていくぞ、公園。どこ行った、矢印の方向あるからな、これ簡単やな、楽やな。おっちゃん、おっちゃんちゃうか、お兄さんがジョギングしてますね、これ。おっしゃ、行くぞ。おっと、あったあった、もう待った、そう、めっちゃ逃げ足早い。早すぎるわ、これ渡っても意味あれんな。もっと向こうや、もっと向こうの方におる。おい、どこ行った、またあの橋のとこか。もう何回そこに行かせんねん、ほんま。黒声、オッケー、右左確認、オッケー。橋の方とか、橋に渡って、お、なるほど、ここですね、ここいますね。お、なんか、なんや、猫があんな子おる。捕まえろ、京平、捕まえろ、京平君、あそこから登れそうですよ。うん、登れそうですね、これは。え、嘘、こけるで、これ。塀を登って、泥棒猫を追いかけよう。
おっしゃ。にゃんにゃん。なんでやねん。待ってくれ。待ってくれ。え、どっから登れよった。平和なので、あ、こういうことか。おっ、おしゃ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 。うまいなぁ、今日バランス感覚いいですね、これ。バランス感覚めちゃめちゃいいですね。ここでは走ってくれませんね、これ。めちゃめちゃバランスをね、保ちながら。おっしゃー、これ来たんちゃん、来たんちゃん。あ、マジで逃げ足早すぎるわ。ここまで気に入らすものですか。追いかけますよ。当たり前よ、ウィスパー。当たり前です。当たり前です。当たり前、ウィス。どこれ、どっから思うのこれ。これはなんか関係あるのか。あ、いくらおにぎり、おにぎりな。こんなところでおにぎり取っても、これむずいな。違う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 。ん、泥棒が捕まえる。これ出られんのか。あ、こっちから出れるのか。なるほど、オッケー。ちょっと手こずりましたけどね。いきますよ。あのね、泥棒猫、今から捕まえいきますよ。あの、泥棒野郎。逃げ足だけは早いな、ほんま。昔いましたね、こういうね、あの、逃げ足だけ早いようなね、子が。まあまあ、どっちかというと僕もそっちだったんですけどね。おっしゃ、あの泥棒猫捕まえに行くぞ。交差点ね、また渡りとったらね、これ、赤信号や言われて怒られますからね、これ。おっしゃ、おっ、おっ、なんか裏路地的なところに入りましたね。うわ、4個ある、4個ある。うわー、捕まりましたね、これ。戦うですね、これ。戦わなくてよかった。うまいこと、うまいこと。うわっ、とっとっとっと、よっしゃ、よっ、あっ、捕まったー。戦います。はい、捕まったんで戦います。はい、戦う。おうおうおう、なんかすごいカタツムリみたいな。ちょっとね、X で早送します。はい、倒してください、早く。あ、すぐ倒せますね、これ。ほぼほぼ自動的に倒してくれますね。お、見てください、このサトミ、このおばあさんね、やっぱ回復役なんで、横のね、自慢じゃですね、このキョッピーを回復してくれてますね。いやー、なかなかなこの連携ですね、これ。結構あれですね、まあ、細かいところにね、凝ってますね、妖怪ウォッチっていうのは。よっしゃ！あ、また捕まえましたね、これ。捕まらないと行く方法はあるのかな、これ。はい、戦います。まあまあ、これ戦うとね、経験値とか上がるので、まあ、戦ってる方が多分いいと思うんですね、これ。おそらく。まあ、カタツムリみたいなの多いな。ミス！ミスりましたね、ジマちゃん。結構ミスりますね。あ、回復や、やっぱり絶対いるね、これ。このパーティーの中に絶対回復役は入れとくべきです。はい、初めてやった人はね。お金48円、梅おにぎりもらいました。やっとや、やっとたどり着きます、これで。おっしゃ、もう追い込んだ。逃げも隠れもできんぞ。よし、追い詰めたぞ。完治、今頃。ナイス、京平。あとは僕に回して。完治、頼むで。この泥棒猫め、もう逃がさないぞ。目が落ちてどこに隠したの。なんか感知下手は落ちそうやな。うわ、怒った、やめろ。爪立てるな。お、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 あ、これですね。ぜいぜい、お兄ちゃんたち、本当にしつこいパクね。出た、カリパックン。カリパチ野郎ですね、これ。もう逃げ場ありませんよ。おとなしく目が落ちを返して。こうなったらバトルで白黒つけてやる。パク。パク、言いにくいな。パクで。おっしゃ、これは絶対倒したる。妖怪の中には味方の妖怪に取り付いて様々な、邪魔をしてくるものがいます。ほうほうほう、取り付かれるとピンチ、まともに戦いません。そこでまずは冷静にメンバーサークルを回して、取り付かれた妖怪を後ろに下げてください。そしてお祓いです。あ、なるほど、取り付かれたら今前の3体がね、多分攻撃をするんですよ。でこう回すと、あ、必殺技はいいかな。
回してこの左下のね、こうお払いっていうところを押して、でそれでお払いするみたいですね。まあまあパックンもこれ仮パックンも自動的に勝てそうですね。これガードしてます、ガード。よし、あ取り付かれた、あこれですね、効果お払い、おあタップタップするわけですね。あなるほど、これでお払いが解けました。はあ、意外とでも結構あれですね、なかなか細かい。あ次はこれを潰せってことですね。これ潰します、それまでに倒してもらうかな。あ意外とねすんなりこれいきましたね、意外とすんなり。はい、レベル上がるかな。よーっしゃー、キヨシがレベル5になりました、ラッキー。安っぽい腕は、安っぽい腕はいるのか、こうまさかカリパックも友達になってくるのかな。さあカリパックン、今度こそメガウォッチを返してもらいますよ、返してもらうな。なこれ感知のメガウォッチやから、あー勝手に勝手に取るな、パクちょっと借りただけなのに。じゃあなんで逃げたんです、カリパクする気だったでしょ、カリパチですねこれ。ダメだよ、ちゃんと返さないと、カリパクされた人がかわいそうじゃん。はい返してください、カリパくん。ふぅ、さてようやく一件落着ですね。それなやっとですねこれ。イスパー、メガウォッチを貸してにゃん、俺っちもちょっと遊んでみたいにゃん。うん、ジマニャン、ダメですよ、ジマニャンが触ったらその爪で傷だらけになっちゃう。ジマニャン爪が鋭いからね。もうやめてそこで、ほんまもう。あ、危ない、あ、落ちろ、落ちろ、うわー落ちた、なんで、せっかく取り返したのになんで、ちょっと何やってんの。いや、ほんまそうな。後ろ、猫。猫は怒った。猫全然関係あれん。なんか吉本見に来てるみたいですねこれ。いろんなとこせやんか、もういろんなことが起きてます。こっち来ないで、もう何もしない、何もしないから。フギーでも猫フギーが絶対弱いんけどな。悪いけど恭平、後からよろしく。カンチが逃げた。え、これ恭平どうしたらいいの。あの落ちたメガウォッチ、今のうちです、メガウォッチを拾いにこのマンホールに下へ行きましょう。え、マジでいけるん。妖怪にアイテムを持たせると、持たせて強くする。それが装備です。妖怪の力や守りなどを強化したり、特殊な能力を得ることができます。なるほどね。1個しか装備できない妖怪と2個装備できる妖怪がいるみたいです。なるほど。2個できたら、ラッキーやな、そら。妖怪の種族や性格を考えて、何を装備させるか考えましょう。なるほど。妖怪にもね、いろいろ性格があるみたいですね。ちょっとその辺もね、あんまり詳しくわからないんですけど、あ、降りれた、あ、降りれた。降りれましたね、これ。おっしゃ、え、なんで子供おるこれ。マンホールの中が、え、こんな場所になってるとは、そら。桜ニュータウンのいろんなところに繋がってるそうですね。あれ？なんかガスが出てきちゃった。おやおや、キョエ君、こんな涼しいのに。涼しいのか？さてや、これくらい地下水道が、怖くて、冷や汗かいてるんですか？ぷぷー、そういうウィスパーだって汗かいてるよ、汗。お前、ウィスパー汗まみれ。なんですって？はあ、それにしてもメガウォッチ見当たりませんね。それな、これなんか川落ちてもたんじゃん、この横の川に。コロコロとどこかへ転がってるんでしょう。その辺探してみよう。まあ、こっちはちょっと行けないので、女の子がね、ダメ言うてますんでね。あ、矢印がありますね。ってことは、ここを渡れるのか。おっしゃ、渡ってみましょう。お、ここにね、矢印というかね、ピンポイントでね、刺さってるんで、ここですね。さっきから止まんないや。ね、なんか変じゃない？確かに変ですね。涼しいのに、私も汗が止まりません。さっき汗があったら今全然か、ちょっと書いとんか。もしかしてこれって妖怪の仕業かな？絶対そうや。絶対妖怪や。さあ、妖怪。お、だんだん強くなってくる、だんだん強くなってくる。ここや。うわ、おった！今、めっちゃでかいのおった。めっちゃ、これ、これ、みんな見てください、これ。なんやこれ、でかっ。シャーウォッチ成功、ウォッチング成功しました。お、妖怪を見つけた。すごいなこれ、カバーみたいな。カバーさん、
ごめんよ、僕のせいで君たちに汗かかせちゃってごっつぁんです。まあ、ごっつぁんですは言ってないですよね。ひゃー、ものすごい汗ですね。ねえウィスパー、こいつなんて妖怪？この妖怪ですね、わわ、汗で手が滑っちゃって、妖怪パッドの操作がなかなか、そんなに。まあ、僕は汗あんまりかかないんでね、この妖怪おったらちょっとぜひね友達になりたいですね。実はメガウォッチっていう、時計を探してて、君知らない？絶対人しとるし、ちゃっかり、この、腕にしてます。右腕かな、これ。これのことは、あ、メガウォッチ。汗だらだらやん、ほんま。おお、拾ってくれたんですね。ありがとうございます。やだ、これ僕のもんだもん。これ、どんだけ、なんか、妖怪になんか、バトンリレーみたいになってますね、これ。妖怪がこのメガウォッチをバトンリレーしてます。これ、戦って、これ、倒さなあかんやつですね。うわ、弱そう。大きいけど、たまにバトル中たまにこんな感じの光る玉が漂ってくることがあります。これがさすらい玉です。ピンで狙えばいいことありますよ。なるほどですね。妖怪ゲージが回復したり、敵の妖怪が、友達になりやすくなったり。あ、ってことはこの玉が出てきたら、この狙うでパンとね、ピンポイントでね、ウォッチすればね、おそらくいいことがあるんですよ。なんかアイテムもらえたりするのかな。狙う。落ち。来た。おっしゃー、ウォッチできました、これ。ウォッチ成功。おお。なんて言いました、これ。金田組長。どういうこと、これ。ちょっと必殺技使ってみようかな、これ。必殺技。あ。ちょっと自慢ない必殺技、ちょっと気になるんだ。あ、一回使ったかな。じゃあこれでもう一撃です。倒します。必殺百裂肉球。よっしゃー、倒したー。いやー、このなんかこうボスみたいね、これ。最初からもうボスみたいな妖怪ね。めっちゃ弱そうですけどね。経験値15、勝利。お金13円。おお、チキンカレーもらいました。ん、大きいなぁ。さあ、汗っかき。メガウォッチを返してくれますよ。返してもらいますよ。そらそうやろ。クスン、いい時計見つけたと思ったのに、ごっつぁんです。いいんだ、いいんだ。どうせ僕なんて、暑苦しいって、みんなから嫌われて、ごっつぁんです。このまま友達がいないまま、ずーっと寂しく生きていくんだ、ごっつぁんです。相撲取りみたいね、これ、ほんまに。大きいからね。何もそこまで惜しくなくても。確かに。もう返してくれたら OK です。元気出しよう、汗っかき。メガウォッチ。は、あげれないけどさ、そう、感知のやつだからね。返してくれる。じゃあ、友達。はい。よっしゃ、汗っかきと友達になりました。よっしゃ、この汗っかきに名前つけましょうか。僕のね、一番好きなね、これでいきます。ちょっとね、やめましょう。いい名前が思い浮かびました。僕好きなね、関取がね、朝青龍なんですよ。でもね、朝青龍とはつけません。朝青龍でつけてみたら面白くないんで、汗醤油でいきます。汗と醤油を混ぜて、汗醤油です。汗醤油の情報を横田氏に登録した。おっしゃー、オッケー。メガウォッチも帰ってきてるし、最高ですね、これ。返してもらいましたね、メガウォッチ。教育やりましたね。早速感知に返してあげましょう。感知に返すぞ。おや、どうしました、このメガウォッチ。なんかベトベトしてんだけど、そらもう、ね、汗醤油がね、この丁寧にここつけとったんで、そらもうベトベトでしょ。てんてんてん、そらそうなりますよ。よーし。オッケー、感知に返した。ほら、感知、メガウォッチを取り戻す気だよ。オッケー、メガウォッチを手渡した。恭平、ありがとう。なんか大変な鬼ごっこになっちゃったね。でも大変すぎやろ、これ。わからないこと。
カラスがメガウォッチを持っていったのはカラスに光るものを集める習性があるから。あとメガウォッチが水に沈まなかったのはデータを守るため、浮かぶ構造だから。なるほどと理解できる。でも猫に、狙われたり、空中に浮いたりした理由が謎なんだ。これね、細かいとこついてきますね。これはね、もう黙っておきましょう。感知にバレたらややこしいんでね。は、妖怪そんなのいるわけないじゃないか。ほら絶対新人。そもそも妖怪なんて、民間伝承から生まれた、想像上の生き物で、確かに誰も信じないですこれ。まあ、幽霊みたいなものですからね、妖怪いうのは。それは無理ですって。妖怪が見えるのは妖怪ウォッチを身につけたものだけですから。確かにウィスパーいいこと言います。ですから私がこの白く輝くボディを超アピールしても彼には全然見えない。めっちゃ男前な顔したんだこれ。キリッとしとんな。この顔でずっとついてきてほしいな。カラスわあなんでやねん。落ちここウィスパー調子だから3秒から絶対できましたね。ああなるほどね。というわけですね、これは。はい、ということですね。無事ね、メガウォッチを感知に返すことができました。はい、次はね、この続きはね、どんなクエストがね始まるか分からないですけど、またね引き続き、次の動画でお楽しみください。はい、ありがとうございました。